から、まあ座長の面白さと私の美しさ。副座長の蘭之助、そして舞ちゃん、未来、カズマ、レオ、カンタ、それから子役のシオンとシュかなです、あ、臨時助っ人のさくらもいます。で、照明の正春がおります。いつから押し出るの？夫婦円満の秘訣、女房の尻に惹かれる。やめなさい。こういうことばっかり言うから、だから勘違いされるんですけど、全然違いますからね。思い思われ、思いやりです。でしょうね、やっぱり気遣いは大切だと思います。あと、譲るところは譲り合う。気遣い、心遣い、金遣い。すごいね。結構するとき大きいもんね、爆発的にドカンドカンとやりますから。でも理由は大したことない。そうそう、やっぱりでも仕事のことが全てだね。そう、大きかったときはね、大道具の上で寝ました。部屋に帰れなくて、大道具のところで寝ました。言っていいのか、こんなこと。行きます。三好演芸場です。すやすや寝てました。何事もなかったように。切り上げて帰ってくればいいのにな。いやー、どうした？トラが私を襲ってくるの。キャー、キレって罪よね。あんな朝から想像する。トラはあんなことケツを追っかけとんか。本当に情けないやつやな。またトラのやつや。なんとしゅうたか。あいつな、船の底に穴あげたり、網破ったり、悪いことばっかりしよるや。今度あんことからもきつい言うたって。お前のことしよるんだ。わかった、見かけたときにはきつい言うとこな。まあまあ、焦れたら助かったわ。そりゃそうと、おみよりちゃんはいてる？ママの支度しよるね。あ、ほんま、お前食べてきたんか。いや、それが朝から誰も食うたらへんねん。そっか、ほんならもううちでじゃ食べていき。ほんまに、おじましていいよ。あ、行きました、わかった。じゃあ、妹も、早く来てな。今日や。なんや、お前みよに会いに来たんか。僕は哀愁浪曲一人です、好きなお芝居、情けの一夜かな。そっち、笑いもあって涙もあるんだけど、なんかすごくお客さんの反応が、よくある話をお芝居、大衆演劇のお芝居ってそうなんですけど、だからすっごくお客さんがこう共感するというか、楽しく見てる、感じがするので、今私必ず毎月やります。流れ、テンポ、あと面白いお芝居は特に喜劇の場合はふざけてると思われないようにする。締めるところはきちっと締めて、あとはお客さんのノリとかでアドリブ行ったりはしますけど、やっぱり全体的なバランス、
一つの物語として成立するっていうところはとても気をつけています。以下同文。僕は橘左近長編歌謡浪曲が好きかな。箱枕好きです。毎日踊ってもいいかな飽きない。10周年なんかすごく毎日幸せです。すっごい大変ですけど、今までに私本当にこんなにいろんなことを意識してやったことが、まあ、なかったって言ったらあれなんですけど、この1ヶ月はもう何ヶ月も前からこの未博館で公演するって決まった時に記念月間にしようと。で1ヶ月を通していろいろなことをやるっていうのは正直自分も大丈夫かな、体力も持つかなとかって思ってたんですけど、やはりすごく助けてくれる方たちがたくさんいて、うちのメンバーが一番大変だと思うんですけど、だからお客さんにしてもメンバーにしても常にやっぱり感謝、うん、感謝してます。そういう人たちの支えとか助けがないと絶対に成り立たない。で今までも多分そうだったんですけどね、この10年、だから10年っていう節目に振り返って考えた時に、ああやっぱりいろんな人たちに助けられて自分がやってこれたんだなって、やってこれたんじゃなくってやらせてもらってるというか、はい、それをすごく痛感します。今度会う時にはお前のところもわしのところもいやいやと書いて会おうやないかい。わかったぜ、わかめ。赤いもん同士のおしどる途中や。早かったですね。あっという間でした。はい、少しは慣れました。なんとか。いや、まだ全然です。なんか勉強することがたくさん増えました。例えばお客さんからの目線だとか、こうお客さんに対してですね。お客さんに対してとか、舞台に立つ前の心がけとか、いろいろです。母親であり姉さんであり、うん、なんかすごい信頼できる人ですかね。どうですかね、面白い、ただ一言ですかね面白くて、でもそれでいてすごい真面目で、うん、尊敬できる人ですかね。これから変わっていきたいと思います。いろいろとお客さんに名前を覚えてもらうことも大事ですけど、まずお芝居に力入れてやっていきたいですかね。努力してとりあえずその役になりきろうとはしてます。この間ちょっと稽古したんですけど、初めてやったんですけど、出世街道っていうお芝居をしたんですけど、それの総座長の弟役なんですけど、もう1回2回ちゃんとやりたいなと思って、稽古時間がないってまあ言い訳ですけど、はい、もう1回やりたいなと思ってます。
自分が言うと苦手なんですけど、まあ、なんていうの、長ゼリフとかつらねとかもそうですけど、聞いてる分のがいいです。自分が言うのは下手くそすぎてよう言えないんで、ぜひ一度見てください。多分きっとハマっちゃうと思います。あの舞踊も一生懸命やってますけど、お芝居にすごい力を入れてやってるので、それをちょっと見てもらいたいなって思います。一度二度三度と絶対楽しんでくれると思いますので、ぜひ見に来てください。自分が弾いたやつを自分が答えるんでしょ。過去の声から得た教訓聞きたい。えー、
出会いは別れの始まりです。でも新しい恋が見つかります。見つけましたちょっとなんかよだれ出てきた女は魔物ですまあね、確かにかもね。あ、好きな芝居じゃないときはどうやってテンションを上げる。まあ正直上がんないですね好きじゃないと。いやでもテンションが上がる上がらないじゃなくて、ちゃんと役は務めます。当たり前のことですけどね。はい、まあ、テンションが上がりまくってお客さんを置いてけぼりにするよりは、ちゃんと冷静になってお芝居やってると思うので、無理には上げないです、ね、普通にやります普通だね。え、何やってるん？じゃあもう一つ、はい、これを答えていただきます。何？もう絶対こう引くんじゃないじゃん。ドキドキカードじゃないじゃん。ドキドキカードじゃないけど。ああ。はい、どうぞ。これあるよね、でも。私一番恥ずかしかったのはやっぱりあれかな。言いたくないな。立役の芝居ずっとするんだけど、例えばなんか国定忠治とか清水の次郎長とかなんか男っていう役がすっごい苦手な時に無理やりやれって言われたお芝居が喧嘩屋五郎兵衛だったんですね。でもいろんな劇団さん座長さんたちやってるし絶対嫌だって言ったんだけど、やらされてでやったら一番バレの最後の場面の時に伊之助と立ち回りをして、ですごいシリアスな場面でカツラが飛んだことでもう本当に立ち回りやっててパッて振り向いたらそれも作ったばっかりのカツラだったのに、スローモーションなんでヒューヒューってでなんか頭軽くなったなと思ったらお客さんもなんか笑わなかったよね。あの時ねなんか関東でやったんですけどすごいなんかシーンとなって、で自分でカツラを取りに行ってかぶってこういうこともある生の舞台だからってアドリブ言ってやったんだけど、幕が閉まった後にすっごい恥ずかしくて恥ずかしすぎて化粧前で泣きました。でもう踊り出たくないってちょっと言いました。送り出しも出たくなかったその時は。恥ずかしかったですね。僕は小粋な役をして下駄を履いて花道行ったら花道がこう階段で降りる、こういう階段で降りるところだったんで、親も切符を待ってておごんなさいって言ったのはいいけど足踏み外して階段ガタガタガタ振ってでこう打ってするもんえ、お客さんバレた。もう大爆笑、お客さん楽屋も爆笑あるよね。Thank you.
じゃん。どうやって好きな人にアピールをする？アピールしないような気はするんだけどな。アピールあんましないんで分かんないですけど、ね、なんかでもそばにひょっとしたら近くにいるかもしれないです。ふとした時に気になってるんで、ちょっとなんかご飯食べてても目の前にはいないんで、多分隣の隣の隣ぐらいでチラチラっとその人の話を聞いてます。
Thank you.